弥生稲荷神社とは、埼玉県東松山市にある神社である。旧社格は、県社で、戦後は、神社本庁の別表神社となった。稀に、日本三大稲荷や日本語大稲荷の一つとされる、ことがある。712年の創建と伝えられる。その頃は小さな祠だったようだが、1030年に、下佐国の上主平田達根の討伐に出かけた。 源の頼信がこの周辺に一泊した際に、近くにあったの久しい稲荷神社にも出て、立ち一文りと、馬一頭を奉納すると、その夜に、白羽の矢のような形をした雲が、敵陣の方へ飛んでいくのを目撃し、これは、神のお告げだと、確信、直ちに敵陣に攻め込んだ雷神は解消し、立派な社殿を建造し、弥生なり大名人と称えたと伝えられる。以来、 松山城主、川越城主などの庇護を受けた。社名の由来については、1028年に、下唄国の平忠常が謀本を企て安保、数佐、下唄の三カ国を制圧し、大軍をもって武蔵国に侵攻した。これを受けて、現時の東領源、三中の子であり、海の国主を務める源の頼信は、忠常追悼の臨時を賜り、鎮圧に向かった。 しかし、大勢に、無勢、武勇の来神も心を悩ませた。その時、来神が婦人する松山本陣近くで古い祠を見つけた。例えば、のくはらに沈まる、の久しいなり大名人で、本寺は、十一面間オンであるという。これを聞いた来神は、のくはすなわち、矢指の家で、部門の守護神であると、大いに奮い立ち、神前に、恩敵大山の願書、立ち一振り、 春馬一頭を奉納し、ついに、ただつを撃退することができた。一説には、百戸に乗った神が弓矢を授けたと伝える。この神メに報いるため、社殿を再建した。以来、野久し稲荷は、弥生稲荷と合せられるようになった。同系の物語としては、遡ること791年、坂の上の田村麻呂が、弥生稲荷より、 南西約4キロメートルにある岩戸の観音付近の雪見峠の悪流を退治する際に老人の姿の神が矢を授けたとの言い伝えがある。一方で関連する寺院として福寿寺の早々については次のようにある。当社は中世の平乱により衰微し、野中の勝者となり、近くの安守が神前に一党をともずるのみになっていた。1617年。 天海僧城が駿府から下谷国へ御腰を旬語し、当地松山塾を通行した折、大雨に見舞われたため、当社の宮守をしていた安守の草室に御腰を収めた。すると、忽然と急戦を携えた沖縄が受言した。天海僧城が何者かと問えば、人にあらず、稲魂の紳士なり、僧城死護する御腰のお先を創始して、非常を鎮める役を、この松。 山の久さしの地に勤めんと告げた。これを聞いた僧侶は、安守に沖縄のお告げを伝えて、当社の由来を聞き、弥ゆみなり大臣を尊崇して、社殿を造営した。この折、僧侶は、訪れた世を一時に取り立てて、福寿寺という神号を与え、安守を別当職に部任した。新編武蔵風土機構には、教法中より、古都にいとく著しく人信仰する者、 大島のごとく支店領宿門前に波減る別れ、頃よりの異なりとある。明治初年、神仏分離により福寿寺は、別棟から離れることとなった。かつては広大な敷地を持っていたが、駅前に位置していることもあり、ホテルや自動車学校、テニスコートなどに変わってしまっている。関羽と長飛、馬上の中国武人、武人と騎馬武者、夜譲ずるのあだうち、牛若丸と弁慶。 タワラ・ト秀ダ・ヒデサ文人教則により、五福天母丹園や弓稲荷神社の境内にある、母丹園は1923年、東上本線坂戸町駅部州松山駅間の、延伸開業の際に、東武鉄道社長、根塚一郎から奉納されたものである。現在では、3500平方メートルの敷地に1300株の、母丹がある。なお、東松山市内には、 3700平方メートルの敷地に9100株のボタンがある。東松山ボタン園もある。埼玉県東松山市や由美町 2-5-14. ありがとうございます。